日はどうしようどうしよう何しようかなって言いながらソファーで横になって模索している途中ではあるので、やっぱりどうやったら上を目指して J リーガーになれるんだとか、どうやったらこのチームを J リーグに上げられるんだとか、至る所にフロンターレの、いやいや、めちゃくちゃ素晴らしいクラブでね、 TikTok で子供たちからコメントもらえるんで、だからフロンターレ最初に入ってよかったっすよ、マジで。後悔とかじゃないんですけど、まあすごい申し訳ない気持ちではいるんで。不動産やるにしても、最終的に決断するまではやっぱりなんかサッカーから離れるの辛いなっていうのはあったんで、多少の葛藤はありました。最初のボードで説明するところまでがマジで緊張する。何を言おうって。他人と比べない自分の人生としては、もう辞めるタイミングとしてはもう完璧。